サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜はナイトゲームをお楽しみください。スタジアムは早くもサポーターの熱気に包まれています。実況は西岡明彦、解説には今日も笑顔が爽やかな福西崇史さんをお迎えしています。要注目の試合になりそうですね。今シーズン3試合を消化し、今のところチームは期待されていた結果を残せていませんね。残りの試合数を考えると、そろそろ立て直しを図らないと間に合わなくなるでしょう。降格圏から脱するためにも、この試合でしっかり結果を残したいですね。パスを出した先は相手の選手。ゴール前、期待も高まります。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。サイドのスペースを使います。ボールを持って上がります。いい位置でしたが、ポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ボールを奪われます。ボールはサイドの選手へ。中にクロスが入った。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。スルーパスが味方に通る。これはチャンス。タックルでボールを取り返す。見事なパスカットです。マーカーを抜いた。何かしてきそうですが、いい位置です。いいところにパスを出しました。ここは押し出します。 Congratulations to today's lucky fan of the match, Santi Jaramillo. 狙える位置です。やりました。クリアすべきでしょう。ボールをドリブルで運んでいます。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ボールはサイドの選手へ。仕掛けてくるのか。クロスはマイナス。このボールはキーパーがキャッチ。これは見事なパスカットです。ボールを裏へ上げてきました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。パスをサイドに送ります。このカットは大きい。しっかりと奪いました。現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。相手にボールを渡してしまいました。ワイナルドゥム。1対1です。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。ボールをキープして自ら勝負します。少し飛び出しが早すぎました。危ない場面でしたが、ディフェンダーがカットしました。ここまで見る限りポゼッションも同じくらいですし、これといったチャンスも見られませんね。どちらのチームが先に仕掛けてくるでしょうか。中央へクロスが渡る。
クロスは通りません。チャンスを潰しました。しっかり見えています。いいところに出た。シュートはディフェンスに当たりました。すごいステップ、ディフェンスをかわします。このパスはカットされました。アタッキングサードに入ってきた。このクロスはダメでした。サイドからの攻撃を狙います。クロスを出せるか。リードを奪いたい。ここは形になりません。ゴールキックです。ワイナルドゥム、チャンスにできるか。思い切って打てるか。来た来た来た、決まった。先制点ゲット。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。ハーフタイムです。福西さん、前半はどのような、後半戦が始まります。絶妙なパスです。いいパスだ。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。コーナーキックになりました。追加点のチャンス。エリア内へ向かうか。ボールをクリアします。スローインでの再開になります。どこまでドリブルするのでしょうか。どうやらサイドをつけそうです。いいボールを送りたい。相手が触ったのでスローインですね。スローインとなります。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。サイドからサイドへ。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ここはクロスのチャンス。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。キーパーからのゴールキックに変わります。ここはディフェンダーが読んでいました。ボールをサイドへ展開します。ボールを運んでいます。素晴らしいパス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、
まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。いいクロスが中に入った。キーパーに渡りました。ワイナルドゥン、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。パスが通りません。さあスローインでの再開です。ここはサイドへパスを出します。何かしてきそうですが、中央で受けた。打てるか。タックルでしのいだ。カウンターのチャンス、ここは決めたい。味方を使うでしょうか。カウンターからゴール。得点を予感させるカウンターでしたが、シュートは枠の外へ飛んでいきました。精度を欠きましたね。でもフィニッシュ以外は素晴らしかったです。走り込んだ味方に合わせました。深くえぐってマイナスに出す。キーパー見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。短くパス。ここからどうするのか。さあどうする。ボールを回しますがなかなか崩れません。中央へのボールはクリアされました。シュートはディフェンスに当たりました。クロスのチャンス。味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。パスが通りません。ドリブルで相手を揺さぶり。1対1です。カウンターに失敗しました。再びピンチになります。視線が中にいった。さあ出すか。サイドへ展開します。仕掛けてくるのか。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。カウンターアタックのチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。シュートを打ってきた。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。パスの名手と言われるだけのことはありますね。いいボールを送りたい。ディフェンダーのインターセプト。サイドへパスを出します。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。決まるか。キーパーが止めましたがボールは生きています。パスが通りません。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。